オーストラリアドルは、オーストラリア連邦で用いられる通貨の名称である。通貨コードはオーストラリアドルであり、オーストラリアドル、5ドルなどと称する。なお、オーストラリア領土以外では、ポリネシアのナウルズバルキリバスでも用いられている。紙幣には5、10、20、50、100ドル、硬貨には5、10、20、50セント及び1、2ドルの単位のものが、 流通している。過去には1ドル、2ドルの舎兵が流通していたが、現在では効果に変わっている。また、1セント及び、襟巻きトカゲで有名になった2セントの効果も流通していたが、1992年に廃止され、一律に切り上げもしくは、切り下げで扱われる。この国の効果には、特産の動物が描かれている。また、収集型金貨として、ナゲット金貨。 コアラ金貨、また地金型銀貨として、カワセミ銀貨、カンガルー銀貨などが発行されている。近年、高い工程部合を好んで、日本をはじめとする海外からの多大な資本流入が見られる。現在のオーストラリアドルの銀行券は、植物性繊維紙でなく薄いプラスチックシートに印刷されたポリマー紙幣であり、日本銀行券でいう透かしに相当する部分には、 透明のフィルムが使われている。水に浸かって、破れたり、手で破ることはできない丈夫なもので、製造コストはかかるが、耐用年数は、植物性繊維紙の3から5倍と言われている。RBA と、オーストラリア連邦科学産業研究機構の、技術による、非繊維、ムアナノ二軸配列ポリプロピレンポリマー銀行券は、各国に広がっているが、オーストラリアへの委託生産、または、 技術供与によるものとなっている。1966年に、それまでのオーストラリアポンドからオーストラリアドルに置き換えられるまでは、オーストラリアの貨幣は英国通貨を中心とした、ポンド通貨券に属しレートも、基本的に英国に連動していた。それに先立つ1965年、当時の首相ロバート・メンジーズは、通貨の名称をザ・ロイヤルにしたいと望んでいた。このか。 様々な名称案が上がっていたが、ロバート・メンジーズの影響により、ザ・ロイヤルに落ち着き、オーストラリア準備銀行の下で印刷される準備に入った。しかしこの名称は、不評を買い、あと2ドルと名付けられることとなった。1966年2月14日、それまでの1ポンドにつき2ドルのレートで、オーストラリアドルが世間へと紹介された。10シリングは1ドル相当とされた。 しかし実際には導入当初のレートは英国通貨に連動し8シリングイコール1ドルに固定されていた。1967年に英国がアメリカドルに対して英国ポンドの切り下げを行った際、オーストラリアはオーストラリアドルを英国ポンドに連動させる政策を取らずポンド通貨権から離脱することとなった。すべての効果の表にエリザベス2世の肖像がある。 5セント50セント効果は銅75%にニッケル25%、1ドル効果と2ドル効果は銅92%にアルミニウム6%とニッケル2%の割合で製造するが、それ以外のバリエーションの効果も発行されているので、一概には言えない。1セント2セント効果が存在し流通していたが、貨幣価値が低いため、 1>, 1セント、と2000と効果は1992年に廃止された。100ドル紙幣前日の通り、すべてポリマー紙幣である。1ドル、2ドル紙幣が存在し流通していたが、貨幣価値が低いため、1ドル紙幣は1984年に、2ドル紙幣は1988年に廃止された。ニューヨーク連邦準備銀行のフォーリーニエクスチェンジレーズ、ヒストリカルサーチを元にしている。 ありがとうございます。